はい、皆さんおはようございます。今週も始まりました1103レディオステーション。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週お盆休みで皆さんお休み中ですかね。自分まあお盆休みっていうか、まあ月末にちょっとお休みあるんですけど、まあお盆中は毎日ちょっとお仕事してますが、でね、先週から今週にかけてね、ちょっとね、まあ自分にとっていろいろありましたね。先週の土曜日ちょっとね、イモちゃんと会うことができて、まあね、イモちゃんとの対談をちょっと動画でアップしてますけど、まあ笑いっぱなしでずっとゲラゲラね笑いながらね、過ごさせていただきました。でそのままその日の夜ね、クロワークスのねタコベースの方が伺わせていただいて、まあ楽しい夜過ごして、で朝ね、トウモロコシなんかもね、もがせてもらってね、食べさせていただいてね、なかなか楽しい時間を過ごせました。時間がね、またあればね、ゆっくり行きたいんですけどね。まあ、で、9日そのままね、日曜日、昼からね、麦めめさんのところに行って、トラックシミュレーター、トレーラーのシミュレーターちょっとやってみたんですけどね。動画の方はね、麦めめさんのところでね、いろいろ上がってきますんでね、そちらの方も見てください。リンクの方も貼ってきますんでね、ぜひね、皆さんね、動画の方もご覧になってください。で、あとはですね、水曜日かな、鉄道さんにね、念願のね、神アワーサーバーを渡すことができましたんでね。まあ、鉄道さんとも2時間ぐらい、ああじゃねえ、こうじゃねえっていろんなことくっちゃべってましたけど、なかなか楽しい時間を過ごせました。で、やっぱりね、一番あれはね、6000人達成することができました。皆さん、本当にありがとうございます。登録者数がね、6000人いきました。まあね、そんな感じでね、コツ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 やってきたんですけど、あっという間に6000人になってしまいました。本当にね、皆さんのおかげです。本当に感謝します。この場をお借りしてね、お礼を言いたいと思います。ありがとうございました、本当に。まあ、これからもね、頑張っていきたいんで、よろしくお願いします。はい、今週もね、1週間盛りだくさん、いろんなことあってね、アクティブな1週間過ごしましたけどね、まあ、ちょっとオープニング長くなってしまいましたけど、1103レディオステーションスタートです。はい、続いてはね、トラックあるあるのコーナーです。先週のね、冬タイヤを履き潰すどうするって話でね、皆さんね、いろいろコメントいただいてますんで、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、まず1本目はね、森隆二さん、浩二さん、名前間違ったら言ってくださいね。伊藤さん、お疲れ様です。私はカレンダー通りの連休です。私の会社もタイヤ履き潰しですね。皆さんいろいろやらかしてますね。この後もご安全にということで、履き潰しちゃう会社結構ありますよね。で、まあ関東はあまりこうね、雪のシーズンが短いんで、関東なんかだと2シーズンぐらいこう外して使って、もう山が減ってきてね、スタッドレスタイヤとして使えないようになると履き潰しみたいなパターンが多いですけど、まあ履いてるね長さが多いところ、東北ですとかね、まあ新潟とかあっちの方のね、方上越とかあっちの方ではやっぱり雪の時期が長いんでね、そうするとやっぱり履き潰しになっちゃうのかな。まあどちらにしてもね、履き潰して年間使うか、2、3シーズン使ってまたね、最終的に履き潰すか、どちらにしてもね、最後はね、綺麗に履き潰すような形でね、皆さん会社で使ってるみたいだと思います。はい、続いて吉田さん、お疲れ様です。うちの会社も冬に履き替えて履き潰していますと。春に履き替える手間がない分良いのかもしれないですね、ということで。あーですね、やっぱり履き替えのところが多いんですかね。まあ雪国とかね、雪の多いところはやっぱりそうなってしまうんでしょうね。まあ履き替え手間もかかりますからね、そう考えるとやっぱり履き潰し派、そういう会社が多いんだと思います。はい、まあね、タイヤの履き潰しの件ね、トラックあるあるね、先週から続いてね、いろいろコメントいただきました。まあ、自分、そうですね、自分のトラックあるある、休憩取る気満々で行くとね、すぐ呼ばれちゃったりとかね、いやー今日ちょっと急いでるんだよな、早く積んでほしいんだよなと思う時に限ってね、待機が長かったりとか、そういうことありますけどね。まあ、皆さんもね、日常トラック乗ってたりしてね、日常あることね、あればまたどしどしお寄せいただきたいと思います。トラックあるあるのコーナーでした。はい、じゃあ今週のトークテーマ、夏に食べたいもの、飲みたいものということでね、コメントを呼ばせていただきたいと思います。
佐々木俊介さん、伊藤さんお疲れ様です。梅雨が明けたと思ったら本当に暑いですね。この夏食べたいもの、飲みたいものは、熱い味噌煮込みうどんです。熱そうだなこれまた。寒い時に食べるのも美味しいんですが、このクソ暑い中冷房が効いているお店で、熱い味噌煮込みうどんを食べるのが最高に美味しいんです。汗をダラダラ流しながら食べるのが最高。ぜひ伊藤さんもどうですかということで。暑い時にやっぱり熱いものいいんですかね。味噌煮込みうどん熱そうだなこれまたね。でも汗かくとね涼しくなるのかな。まあどうすかね、ここら辺ちょっとね味噌煮込みうどんなかなかないんでね、ちょっと探してチャレンジしてみたいと思います。はい、続きまして R ノートさん、FM ラジオ番組のパーソナリティのようですよということでありがとうございますね。伊藤さん、コメント読んでくださいましてありがとうございました。今週のテーマ、夏に食べたいもの飲みたいものですね。僕は冷やしたぬきうどん、冷やしたぬきそうめん、あそんなのあるんだです。自宅でよく作って食べます。夏冷たいものは美味しいですね。伊藤さんには、伊藤さんは、夏に食べたいもの何かありますか。それでは明日もどうぞご安全にということなんですが、冷やしたぬきうどん好きなんですよ。自分も結構好きです。この時期になるとね冷やしたぬき食べるかな、ね、あとねちょっと話がそれるけど、たぬき丼というのがあるんですよ。ちょっと夏関係ないんですけど、天かすをね、要は卵とじにしたの乗っけたたぬき丼というのがあってね、これもちょっと好きでしたね。ちょっと夏ってことじゃないんですけどね、これはちょっと冷たい系ですね。冷やしたぬき丼自分も好きなんでね、今年も食べていこうと思います。はい、続いて林さん、伊藤さん1103ラジオ、面白い話題ですね。ステッカー貼らせていただきました。哲夫さんのステッカーの少し上に、哲夫さんとコラボしてます。ありがとうございます。貼るのはもったいないと思ったんですが、やっぱ貼らないと哲夫さんも寂しがるんでコンビになっちゃいましたね。夏に食べたいものですが、かき氷は普通だし、僕の息子が、小さい時に雨どいでそうめん、流しそうめんのコース作ったんですね。コースを作って自宅で流しそうめんやったことがあります。自作品なので角度の微調整が、シビアですね。角度があるとあっという間にそうめんが流れるし、それから、角度がないと中で途中で引っかかると、はい、夏の風物詩、そうめん美味しいですよ。今日も安全運転でということで、流しそうめんを家でやっちゃう人いるんですねやっぱね。で流しそうめん機ってくるくる回るのあるじゃないですか。あれも結構ね小さいお子さん喜んでやってますけどね。うちはどちらかというとそうめんをどさっと出されてついにつけて食べるということで、でそのそうめんなんですけど、自分のマイブームでタレをね、ラー油を垂らすんですよ。ラー油、そうするとねこうね、なんつったらいいのかな、ちょっとそうめん飽きちゃったなーって時にちょっと風味が変わってね、ごま油とラー油を垂らして食べてみるとね、また雰囲気変わっていいですよ。なかなか美味しいと思います。はい、続きまして迷える子羊さん、すっかり板についてきましたね。夏に飲みたい中尾の卓上ポットの茶これなんですか。キンキンに冷えていて綺麗な黄緑色なので、水出しなのかな、美味しいです。猛暑に、中尾に 待機して、そのお茶をごくごく飲んで帰りました。とえ最近行ってないですけど、また出してくれるといいなということなんですけど確かに美味しいは美味しいですけど、中尾のお茶なんですか。まあね、でもね、喉乾いて入るとね、ああいうとこ入ってね、ぐっと飲みたくなりますよね。確かにそれは言えてますよね中尾のお茶はでもちょっと受けちゃいましたね。まあでもね、外暑い中歩いてきてね、やっぱりね、ほっとするね、味いいですよ。で、水出しのお茶って結構美味しいですよね。暑いのもいいですけど、まあちょっと暑い派とね、冷たい派がちょっと分かれるところですけど、まあちょっとね、中尾行ったら飲んでみますまあね、水よりもいいですよねやっぱね。麦茶は結構ありますけど、確かに緑茶っていいかもしれないですね。水出しの美味しくいただきたいと思います。はい、続きまして本舗虎之助さん、お疲れ様です。夏に食べたいものですか。やっぱりキンキンに冷えたトマトですね。トマトですね。この間ね、タコのクロワークスベースに行った時も、佐藤さんがね、
農作業でちょっと喉乾くとね、トマトもぎってそのままガブッとかじってね、水代わりになっていいんだよなんて言ってましたけどね、やっぱみずみずしいの美味しいんですかね。うん、トマトちょっと苦手だからちょっとあれなんですけど、モスバーガーのトマトも抜いてくれっていうタイプなんで、でもたまにねトマト食べたくなりますけど、あちょっと話それちゃったな。暑い時には最高です。それから焼きまんじゅう、あとは焼きまんじゅうですかね、群馬県民にしかわからないですか、ね、いや焼きまんじゅう自身は知ってますよ。ただなるほどね、夏祭りとかによく食べていたので、夏に食べたくなります。夏の風物詩になるんですかね、やっぱね、お祭りでね。それでは夏バテ防止に冷やし甘酒を飲みながら頑張ってくださいということで、冷やし甘酒か、うーんなるほど、あれも夏バテ防止になるのかな。なるほどね、焼きまんじゅう、そうね、今年はねこんなご時世でね、ほんとお祭り少ないっていうか、多分ほとんどできないのかな、ちょっと残念ですけどね。まあいろいろ収束してね、来年にはねお祭り行ってね、いろんなもの食べたり飲んだりしたいですよね。はい、続きまして来ましたね、石川さん、石川直樹さん伊藤さん、マニアックなリスナーの皆さん、ウィス、マニアックかって今日もハッスリング、ハッスリングまたもしてますか、元気があれば還暦でもこらこらこらと伊藤さんを精神的に冷やしたところってこと、本当に冷えましたよ、全くもそこは読みませんよ、全くも。本題、夏に飲みたいもの、子どもの頃に定番だった砂糖入りの麦茶、砂糖入りの麦茶、そうそう、うちもねお袋砂糖入れて麦茶出してくれました、この頃ね、確かに。それから、北関東限定だったらマックスコーヒーです、マックスコーヒー出ました。マックスコーヒーは昭和の人しかわからないでしょう。砂糖入りの麦茶、懐かしい味です。今は糖尿病予備軍団どちらも NG です。たまにはいいんだよ、石川さん、絶対飲んじゃダメってことないから、たまにはねちょこちょこっとね。それから、前回のイモちゃんが心配です、それお肉は冷凍させていただきましょう、ではでは、皆様家内安全に、どちらへ、全く全く石川さん、本当にコメント読むとドキッとしちゃうね、全くもう。で砂糖入れの麦茶、皆さん飲みました？子供の頃ね、麦茶に砂糖入れてね、飲ませてもらいましたね。あとはそうそう、マックスコーヒーなんですけど、マックスコーヒー売ってるよ、うん、ただまあ神奈川県だとね、マックスコーヒーね、この間ドンポーテで売ってたかな、ね、あとはペットボトルのやつは出回ってるんだけど、缶のやつはね、なんかね聞いたらね、缶のやつの方がもっと甘いらしいです。てかね、練乳入りなんですね、あれね、練乳が入っちゃってるんだよな、ベッタベタなまで、うわーとか思うんだけど、でも北関東の人とかね、千葉埼玉の人はマックスコーヒー好きですよね、確かに。まあでもね、そう考えるとね、確かに糖尿病予備軍じゃ良くないですよね。まあほどほどにしてくださいね、他のものもほどほどにしてください、石川さん、いろんな意味で、ね、はい、続きましてね、ミツバッチチャンネルさん、本当暑い日が続きますね、お疲れ様です、滑らかな映像とトークを楽しんでいます、ありがとうございます。夏に食べたいもの、キムチ鍋来ましたね、汗だくの日、シャワー浴びてすっきりして、そう、ね、まずシャワー浴びることですね。それから冷たい冷房の効いた部屋で、やっぱり冷房がガンガンに効いてるつは前提なんですね、これね、それで涼しいね、部屋にして、熱々のキムチ鍋を食べながらビールで飲むわなビールで、もう、キムチ鍋、涼しくしてキムチ鍋でビールってことはビールがメインかな最高の贅沢ですね、締め合うな、うどんまで行っちゃうのか、確かにね思いますけどね。なるほど、でもね、暑い時にやっぱり熱いものを食べた方がいいって人結構いますよね。そばとかうどん食ってもやっぱりあれとか、ラーメン食いてもこう汗だくで食うみたいな感じね、そういうとこもありますけどね。なるほどね、でも涼しい中でやっぱりシャワー浴びて、涼しい中ですっきりしながらね、ビールで流し込めるといいですねあとは最後で締め、うどん最高ですはい、続きましてね、マイマイチャンネル、マイマイさんです。お疲れ様です。石川さんも話されているマックスコーヒーは疲れた時に飲むとむちゃくちゃうまいです。夏に食べたいのはお祭りとかで食べる屋台の焼きそばとかたこ焼きとか、なぜか美味しく感じます。そうなんですよね。やっぱりね、お祭り、なんつったらいいんだろう。普通の焼きそばとそんな大差ないのに、やっぱ雰囲気もあんのかな、
景色とか雰囲気とかね、そういうので食べるの結構ありますよね。確かにそれを言えてますよね。まあ今年ちょっと残念ですけど、来年ね本当ねお祭り行けるようになりたいですね。お花見とかね、あのお祭りとかね、それでね、食べられるといいななんて思います。はい、まあね皆さんね、熱いもの派と冷たいもの派でね、やっぱり分かれちゃうところもあるんですけど、やっぱりあれなんですかね、汗かいた方がいいんですかね。まあそんなとこも含めてね、ちょっとね夏バテしかかってるから、ちょっと冷たいものよりかあったかいものの方がいいのかななんてちょっと思いつつ、まあちょっとねいろいろ試してみたいと思います。今週のトークテーマのコーナーでした。はい、じゃあねいくつかねコメント読まさせていただきます。じゅんじゅん TV さん、おはようございます。トラックあるある良いですね。リスナーさんからのしびれる話ご紹介できていいな、楽しく聞かせていただきましたということなんですけど、じゅんじゅんさんもねラジオ毎週月曜日にじゅんじゅん TV、ラジオミニミニですねじゅんじゅんさんね可愛らしい声でねラジオやってますけどね、まあそんな感じでねやってます。リンク貼っておきますんでね、ぜひぜひね、じゅんじゅんさんの方もね聞いてください。よろしくお願いします。はい、続きましてドッグラブなおちゃんさん、伊藤さんおはようございます。リスナーさんの紹介ができていいですねということでね、コメントいただければねなるべくお読みしたいと思ってますんでね、どしどし、コメントの方を寄せください。よろしくお願いします。はい、続きまして藤井隆明さん、伊藤さんお疲れ様です。25年前まで、長距離運転手をしてました。今の仕事に責任や立場があるので無理なのですが、できることなら運転手に戻りたいです。でも無理なのでせめてもの思いでトラックのレンタカー4等車を借りて、夜な夜な東名高速を走って満たしています。首振り乗りたいですがね、我慢です。当時に比べると車両の装備や性能が進化して思いが強くなります。伊藤さんが羨ましいということで、ああもう大ベテランさんですね。25年前と自分はもう乗り始めた頃ですね。ああそうですか。やっぱりでも一回乗って離れちゃうとあれなのかな。自分もね、まだ現役で走ってますけどね、いずれそうなってしまうのかな。まあね、どちらにしてもね、そういう風な時間を作れるということなんでね、その時をね、気持ち満喫してね、安全運転で、まあね、実際仕事として乗るとね、やっぱりこう大変な面とか辛い面もありますからね、まあ、そこら辺はね、せっかくねそういう機会があるんでね、ぜひ楽しんで運転してくださればと思います。はい、続きましてね、エムズトラック TV さん、伊藤さんお疲れ様です。毎日暑い日が続きますね。お体気をつけてくださいね。 FM ラジオ聞いてるような感覚になりましたということだったんですけどね、ありがとうございます。で、エムズトラックさんもね、動画の方やってるんですけど、ランチパックの話ちょっと面白かったですよね。自分の中でちょっとお気に入りです。リンク貼っておきますんでね、エムズトラックさんの方も、動画の方を見てあげてください。よろしくお願いします。はい、本日最後のね、コメントになります。浮き猿さん、1103レディオステーション、朝から元気をもらいました、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、聞いていただいて。はい、今週もやってまいりました、1103レディオステーション、そろそろ終わりの時間です。本当にね、皆さん6000人ありがとうございました。これからもね、頑張っていきますんでね、皆さんの応援よろしくお願いします。やっぱりね、皆さんのね、お力添えがあって、こういう風になってきたと思いますんでね、これからも頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ来週のトークテーマ、お盆休みにね、皆さんどう過ごされたかね、教えていただければと思います。まあ、こんなご時世だからなかなかあっちこっちね行くっていうのも難しいかもしれませんけど、まあいろいろね皆さん知恵を絞ったりとかね、まあ、家の中で楽しく過ごしたりとかね、いろいろしたと思いますのでね、お盆休みに何をしたということでね、皆さんね、コメントいただければと思います。はい、まだまだね夏暑い日続くと思います。皆さんね、熱中症対策、それから夏バテしないようにね、皆さん気をつけて、しっかり休むときは休む、水分取るときは水分取る、そうしてね、頑張っていただきたいと思います。自分も頑張っていこうと思います。まあね、お盆休み明けでちょっと憂鬱かな、最終日になるわけですよね、お盆休みでね、今日ね、まあ月曜日からちょっとお仕事があったりとかもろもろあると思いますけどね、皆さん張り切って頑張っていきましょう。今週もご視聴いただきありがとうございました。1103レディオステーション、そろそろ終わりにしたいと思います。
じゃあね、皆さんね、暑い中ですけど頑張っていきましょう。それでは皆さんお疲れ様です。それでは。